のブレーキが、まあ、まだ鈍いと、まあ、前回コースとか変えてみたんやけど、まあ、ダメやと、いうことで、今回は、キャリパー、キャリパー、まあ、前回っていうでもこれ機能の話やったね、実は言うとそうやな。じゃ昨日はもうなんか疲れ果ててバレてきた。もう土地は飽きたもんな。で、キャリパーのオーバーホールしたいんだけど、もうまずキャリパーやな、外そっか、とりあえず外すねんけど、これを垂れてくるから、あ、賢っ。昨日の今日でめっちゃ賢いしよ。よし。っていうことはこれあれやな、この三つ股とか、これとか元に戻そうか、おう方が見た目ええやんな。見た目ええな、見た目好きな方がええよな。ええ、全ては見た目やな。おう、ホースだけはこれを使おう。さあ、これキャリパーオーバーホールです。で、これな、まだ何も買ってないんやんか。ピストンがあかんのかどうかは、まあね、結構錆び取るような気がすんねん。なんかめちゃくちゃ錆びてそう。そうだから、あのピストンは、あの変えなあかんかどうかわからんから、まあ、淡路島には PMC というな、あ、心強い、そう、強い味方が多いから、あかんって分かってから買いに行っても、近い、なんか見えるん、見れるな。お、やばそう。え、やばそう。50、60年経ってないのに。50、60年とかに。すごいおじいちゃん。結構これ茶色いね。うわ、めっちゃ茶色。さあ、これをな、外していかなあかんのだよ。これをな、まあ、バラしていきます。お、ちょっと楽しみ。やけどこれ。手汚れたくないんや。汚れてるな。手袋する？手袋もあんまり。もう遅い。遅いな。これちょっと置いていこうか。ネジ入れるやつ。ちょっと待って。ネジ入れる。何？セットのタンク。おしゃれやん。そう。なんかかっこいい。お、綺麗。中は綺麗。いや、じゃあここは綺麗よ。パッド、パッドはな。よし。いや、まだ出てけえ。そうか、まだか。気配。パッドです。これがパッド？これはある。まだあるね。まだある。汚いけどいけるね。だね。こっからよ。こっから。はい、あ、これがゴム？これゴム。うん。結構錆び取る気はするけど、これを抜くんだよ。エアーで、飛ばしたら危険なんやけど。危険な。危険。いけるこれ、リサ、このとこって。うお。出ました。あ、綺麗わ。サビサビやけど、綺麗綺麗。なんか綺麗わ、ほら、でも泥まみれ。ほら、うわ、泥まみれやけど、綺麗ほう全然使える。そう、ほんまよかった。めっちゃ泥まみれ、見て。うわぁ、すごい、まあ、これが旧車やな。ほら、汚ね。こういうゴミが、まあ、これもゴムやね、ほら。これ見て。ゴム？ここ。こういうゴム入っとんね。うん、これな、こういうほら、ゴムがあかんというか、こういう腐食からな、ここ、ここ、サビとやろ。こういうとこから、あの、そう。こんなんでもうサビとくけど、やったら取れるやん。うんうんうん、でもこういうの綺麗でなかったらあかんねん。ほんまは。ほんまは。そりゃそうよね。そうよ。
あ、ほね、ちょっとこれはまずいぞ。気づいてる？傷というか、ほら、サビでも落ちてる。いや、ピストンやばいかもね。こんなとこかも。あ、ちょっと穴になった。穴になってんな。だから、一生懸命ゴムでこうやって止めても、あのちっちゃい穴出てきよったん、それかな。かも。な、もう一個やっていこうか。はい。二つ目。ね、これ怖いねん。ハッピーバースデー。同じぐらいに切ったんで、いやほら、あかんわな。これもほんに穴あんな。ペコッとしと。あ、買った方がええかな。すごい。こういうとこも全部掃除せなあかん。うん、針金で。針金。はい。BMC で買ってきました。おー。これ何を買ってったかって、うん、これ、はい、見て。うん、これな、うん。これは、うん、Z1R 用。Z1R 用。あ、Z1R 用のリング。うん、リング。と、うん、これ。これは、うん、76年から80年の Z750 から専用。ほう。まあ、KZ 用やな。うん、の、うん、まあ、ブーツ、うん、やねんけど、こうやって、うん、ほら、こうやってな、ゴミをな、針金で気持ちよさそう。え、全然取れへんで。あ、嘘。うん、なかなか取れへんで。あんな、傷つけた。傷つけらんと優しくカリカリ。そう、あの、デコボコを取っていいかな。やっぱ僕らのチャンネルな、うんうん、会話結構少ないと思う。なんか最近最近、うん、夏バテ、ま、いや夏になる前から多分夏になる前から。いや僕らのチャンネルな、ああ知ってる、会話してもな、再生数めっちゃ、逆にめっちゃ少ない。そうやな、うん、会話で乗り切りたいよ。乗り切る。誰も聞いてないってこと。そういうことやな。じゃあリサが、うん、リサがほら初めて乗ったバイクから話しよう。僕な、うん、リサのことあんまり知らんくて、うん、でも、まあ、淡路島って田舎やから、うん、リサがバイク乗っとるって、うん、まあ知っとってるな、うん、そうよな、知っとってるな。ほんでリサを一緒に乗ろうって誘ったんやけど、この時はリサはバイク乗ってなかったんや。乗ってなかったな。これ何の話しようね。そもそも何の話しようね。え、バイクヒストリー。バイクヒストリー。あの、僕はもう 何十台、何百台ぐらいのこと。そうやな、今までで言うたら何百台とかな。あ、そうやんな。そう、だから暴走族から始めまして。まあ若い時やで。淡路盛んやったよな。そう、淡路めっちゃ盛んやって。なんで盛んか僕理由知っとんねん。足がない。あー、この確かに電車とかそんなんがないから、淡路島って。だから、だから乗り物に興味持つのは当たり前よ。だってないんだもん、足が。友達に遊びに行こうってな、言うたって数キロ離れてるんだもん。だって高校行くのもさ、めっちゃ遠いわけよ。そう、ほんでバスも田舎ってないんよ。なんか山越えせなあかんみたいな。そう、まあ、必然的にこう足欲しくなるよね。乗り物絶対いるよ。確かに、わかるわ。なあ、だからまあこうバイクとかそんなに興味を持ったっていうか、生きていくための手段や。そうやな。もうで橋渡るのも淡路島からこうちょっとどっかへ買い物行こうって、だって絶対に橋がいるんや。そうやな。そう、あれ僕が小学校の時かな、明石海峡を走ってきた。あ、そうなの。そう、だからこれまで船で行ってたからな。お、船四万十やからな。まあ、リサはもうちょっと若いからなあ、知らんやろな。いや、でもほら、リサ淡路に住んでなかったから。あ、もともとな。そう、おばあちゃん家にが淡路にあって、行くってなったら確かになんかフェリーとかやったような気がする。おけど、もうあんま覚えてない。はい、こんな感じです。え、どのくらい綺麗にしたん？言うほど。え？言うほど。はい。
綺麗し、まあ、この程度や。私こういう作業大好きなんやけど。めっちゃ嫌い。楽しいやな。もうあの正直自分のやったらこんな新品買えてないやから。ああ多分新品買いよ。そうやな。オーバーホールとかせん。無駄に買うもんな。無駄じゃないな。ストックやな。そう。あの結構クラッチワイヤーとか消耗品簡単にこういつ切れてもおかしくないもんや。そういうの買っとくから。いやそんな安いもんだけじゃないよ。セブンスターとか。ああ、セブンスターはよくやるな。あと CB のタンクとか。ああ、まあ焦げた時いるもんな。結構高価なもんも予備にあるよな。ああ、これもね、必要なもんなんだな。まあな、いつかはな。まあ、あの、バイクのさ、ああ特にこの、今の旧車ああって、まあ、カットって損ではないやん、安い時とか。そうやな。あの、そのな、手に届く範囲内で、置いといても、やっぱり、なんか価値あったり。どんどん上がるもんな。なんかその自分が使う分にもいけるし、使わんかったらな、他人に譲ることもできるし、もう絶対いいもんな。再販ある部品はまだええんやけど、再販ない部品が結構あるから。よう物なくさん。なくす。いつも思うけどな。あ、めっちゃなくすよな。なあ、すぐなく家にするよな。そう、この予備部品すらなくなるわけよ。ほんでな、めっちゃな、工具とか予備に買うのにそれすらもなくなるんですよ。予備に買うたな工具がないもん。なあ、あれどこ行くの。神隠しやんな。ああ結構さ、この掃除倉庫な掃除すんねんけどな、やっぱないもんな。ないよ、何本もハサミ買うてったのに一本もあれへん。まあ最近で言うと注射器もなくなったし。そう、いや注射器って言い方悪ない。エア抜きする注射器な。注射器なくなったっていうのはちょっとこうなあ、あのいや僕な最近よう言われるのが、あんだけ磨き今日の絶対やってなかったおかしい。いやめっちゃ言われんねん。あんだけずっと磨き今日んですよね、絶対やっとるよねって言われる、うんうん、やってないん、うん、でもリサラ際どいで。いやそこでな。でな、やってる。今注射器なくしたってお前は発言したわけ。あのなんていうの、この彫り込みもそうやけど、あのな、磨くんもまあちょっとおかしいよな。はい、こんな感じ。去年だと、はい、でこのゴム、うん、な輪っかの方やな。まずこの輪っかをな、うん、こう傷とかつけらんようにやな、こう溝にやな、うん、はめていくんやな、こうやって、うん、はい、はまった、うん、こんな感じやな、うん、はい、これが Z1R 用、うん、そう AZ 用やったら違うくて、うん、これは Z1R 用。あ、綺麗。ほら穴開いてませんわな、うん。おまあ、ここに、うん、ブレーキオイルだよ。ここで、あ、よし。で、どうでしょうか。あ、入った。おお。入りました。はい、おある。で、うん、ブーツを引っ掛ける感じやな。おお、ええ感じ。お、はい、こんな感じ。じゃん。こんな感じで。おお、いい感じですね。はい。で、こっちのパッド。パッドはもう再利用で。うん、
で止めます。はい、うん、まあこんな感じでもう一個ちょっとやっていきます。はい、装着。で、うん、これ、これを戻そうか、うん、ああ、真ん中この前のこれに戻そうか、うん、これ見て、うん、元に戻して、やったー、これ見て、これを元に戻して、うん、まあホース類は新品で、はい、で、付け替えました。おー、で、今エア抜きなんですけど、うん、結構大変。さあ、これでな、エア抜きちゃんとできたらいいんやけどな、うん、遠慮なくこう、うん、これ、昨日おっ、ちょっと危ねえ昨日40分ぐらいした、結構減っております、うん、まあ、これあのサビごっつかったな、うん、ごっつかったな、うん、いやでもなんかもうそれだけでもなんかすごい気持ちいいんやけどな、うん、全然ちゃう気持ちが。はい、はい、終わりました。イエーイ、終わりました。どんな感じや。めっちゃ時間かかったな。え、いや、これもう次の日になってもらうな。何、エア抜きしょったら、うん、リサ帰ったからな、うん、もうちょっとだいぶ遅かったからな、もう帰る言うて。お、めっちゃ効く、昨日よりめっちゃ効く。ほら、それエア抜きしたもん、結構頑張ったで。ね、やっぱ日変わったってことは、うん、1時間半2時間くらいしたってことしたな、あれからあれから1人で。はい、で、ブレーキ、はい、聞くようになりました。はい、な、うん、こんな感じでちょっとあれ、あれやな、ホース変えて、あと元に戻したな、原因じゃなかったから、この上とか、あー、ここな、真ん中ね、まあ、これ方が Z 仕様で言うから、うん、丸いやつ方がかっちょいいから、スッキリしてるね、な、うん、はい、そんな感じでちょっとやってみたんですけど、はい、どうですか、今からちょっと思想ピッと行ってこうかな、ピッと思想ピッとそこまで、お、じゃあ行っててください。はい、ではさようなら。